はい、じゃあ、とりあえずね、今日12月の、ちょっと待ってくださいね。今日何でしたっけ ?27 か。そうですね、27日ですね。残り2022年もね、4日間か。そうですね、4日間ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。とりあえずね、まあ、2日前か。2日前の、クリスマスに加藤がね、臨時の選挙発表でね、あれか、来月、2月に、来年2月にね、横浜のランドマークタワーでこう、やる、毎年やってるのかな。俺もなんか一回行ってくとこなんですけど、そこで行われたイベントで、加藤のね、ごめんなさい、加藤だからランダスか、東急のね、4112F ということで、9シート車、まあ一応ね、もともと9シートったらね、大井町線でデビューしたのかな。どっちだっけな。多分、大井町線で一番最初にデビューして、今、2代目として、多分あれかな、そうね、6020系か、6020系でデビューして、6000系にも、九州車してて、で、今回ね、東横線ということで、まあ、2路線目、3系してもね、今回、東京の、九州車なんですけど、そのね、九州車は今回ね、加藤が、イベント限定品ということで、まあ、先に、発売して、残ったのね、3月頃か、ラウンドハウスからも、まあ、受注として、まあ、一般店の販売店さん向けに、ね、発売されるということでね、まあ、詳細情報はね、近日出ますということで、まあ、おそらく年明けの、1月の、まあ、そして加藤が営業するのが、おそらく4日ぐらいからの、修理部門とかなんで、おそらく5日6日の平日に、ね、発表されるのかなと思います。だけどね、俺が作りかけで、ね、こちらの東京の QC としてもね、残り1両固め貼って、での本当に、ね、シャバンとかの修正しなきゃいけない部分もあるんですけどね、その辺はね、一応のんびり、修正していけたらいいかなと考えておりますので、今回ね、まず貼っていきたいかなと思います。綺麗なね。極力で綺麗なデータね。貼っていきたいね。多分こっちの方がいいっすね。よし、じゃあこっち先に。これはね、部分で、修繕と一緒に使っていきますんで。水入れすぎたかな。もしかしたら。したらね、一応今回、ね、こっち側のフィルムね、どんどん、穴開けていきますんで。よいしょ。いらないやつ、ゴムとか買ったら落ちましょうか。ユニット作業ね、デカル作業ね、この後でも、あと、そうですね、3両プラスアルファ。あとね、昨日イモン行ってきましたんで、そのイモンで買ってきたね、カプラの、交換っていうのをね、ちょっとしたいかなと思いますので。あ、でもちょっと残りましたね、ゴミが。一番残ってほしいね、下が残っちゃった。もう一本落ちましょうか。まあ使いかけなんかね残ってないんでまだいいんですけど。よいしょ、ひーこしょひーこしょひーこらセットのこしょ。よし、じゃあ行きましょうかね。お、もうそろそろさそうっす。ちょっとだけ、ね、軽くだけ大雑把に窓だけ抜いて。今回の車両もドア部分はね、角のあのいいステンレスをね下地にしますんで。ちょっとね、傷とか白いのが丸り込んじゃってますけど、まあ、光かけによってね、そんなに目立たないんで、このままね、ちょっと行こうと思いますので。まあ、今回ね、本当に言うと、まあ、前回のね、繊維発表の動画、随分前に、ね、撮ったんですけど、その時は、ね、俺ね、加藤にはね、東京の車両で言うと、港峰線の車両と、目黒線の、車両のみ記載してたんで、そうなんですよね、4112F のこの旧シート車、俺、繊維化器物の焦ってたんですよね。まあ、今回ね、早くも加藤が出してくれるっていうんで。うん、面白いなとは思いますけど。まあ、やっぱりね、今回、そうですね、やっぱり、まあ、どこまで売れるか、まあ、値段にもよるのかなとは思うんですけどね。よし、じゃあ、金庫だけ全部。今年はね、確か京成が、京成と京王か、またね、関東の、出馬2社ね、年末運転するということで、しか去年はね、芝居の車両がね、押し上げまで来たって、話題になってたんで、今年行こうかなと考えてるんですけど、押し上げまで行くのがね、大変なんですよね。だって、京急線がね、あの直通先の京急線がね、今回、あの夜間の営業運転ないということなんで、あ、ここ1箇所抜きますって、しこらっと抜くか。そうですね、ちょっとどうなるか、まあ微妙ですけどね、多分行かないかな。基本的に夜は俺寝ちゃうんで。毎年そうなんですよね。紅白なんかも、自分の見たいところね、見損ねちゃって、寝てることっていうのがただただあるんで。ここ2、3年ぐらいがそうなんですよね。もう年取ってくるとね、そう眠いんですよね、もう夜。最近もね、ほんと8時、9時とかになると眠くなっちゃうんで、飯食ってくると。なんでね、ほんと最近睡眠時間もね、早いんで、その分ね、朝早く起きてますけど。ほんとにこれ、素の部分とかもあったんですけど、ちょっとごめんなさい、これだけちょっと質の部分白くなっちゃうんで。
まあ、どうでしょうね。まあ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 。あとで試運転してね、透明かな？目立たなければね、このまま行って、まあ、カトのやつがね、発売されるわ。まあ、それ買ってみて、そうね、修正するっていうのも、一応、手ではね、ありますんで。じゃあ、一旦これで放置して、まあ、そうですね、今回、運よく一発で仕留めれたんで、これで行きましょうか。で、これ、動いてたらね、部品取れて、あと、あと後日使います。ここ抜け忘れた。参加者先に行きましょうか。よし。ちょっと今貼ったやつね、反対側もちょっと抜けますんで、ちょっとだけね、気をつけながら抜いちゃいましょうか。今回ね、これ、一箇所ね、失敗しちゃってたんで、作業がね、一度ずれすれするんで。本 当ね、Q シートの部分の、なんだっけな、名前忘れた。車椅子マークとか、また修正かけなきゃいけないですよね。まだインネタとかないんで、その辺の修正はね。ある程度乾いてからじゃないとずれちゃいますんで。まあ、これ多分で、そうですね、これ切り終わった後には修正できると思いますんで。足りないね。なんだっけ、その辺のインネタたちはね、あと後日、世田谷シェルセンターにネタ買ってからね、貼りますんで。まずはね、余分な、そうですね、吸収とか、これだけ買って修正で貼っちゃって。ないとね、これ両方ともね、同じ側にあるんで、目立っちゃうんで。よいしょ。せっかく印刷きれいなやつにしたいんで、どっちの方がいいかな。あれ、今の呼びどこだっけ。のフォント的には似てるんで。あと1本で、ね、確か切りかけのゴミがね、どっかにあるはずなんで、それはちょっと見当たらないんで。どっかに落ちたか。ちょっとグメになったんで。今はですね、これの1枚切られたやつ。こう抜け毛かなんかのかな。てか、こういう。気持ち悪い。ここ1枚切っちゃって、使っちゃいましょうかね。なんか抜け毛がある感じがするんで。気持ち悪いかな。どうしてもね、切断面がね、白くなっちゃうのはしょうがないんで。だまし伸ばしでね。使うか。ここね、後で窓が抜きますんで、ちょっとぐらい被っても大丈夫なんで。まあ、気になる人はね、この時点で。
しかもないかな。じゃあ、これはそうですね。ちょっと、素の部分とかね、粗いのは。これもちょっとガサツで荒いっすけどね。まあまあ十分これで。なので。所詮これデカール作ってね。まあ本当は光沢とかでね、ちゃんと色塗ってやった方がいいんですけど。いかんせんそんな技術はね、うちにはないのでね。ちょっとね、ありきたりの方法で。まあ刺しちゃってね、申し訳ないですけど。ちょっと色調がね、ちょっと色調が違うな、ここ。まあ、重ね割れしちゃってるんでね。ちょっと濃く見えると思いますけど、あとね、ハンコとか吹くとね、ちょっと収まるんで。その証拠に、こっちの車輪も、本当にここ、重ね割れしてるんで、ちょっと目立つんですけど、そんなにね、まあ、違和感がある。段差ではないんで。ちょっとね、切り口はね、汚くなっちゃうんですけど。まあ、これでね、ごまかせるんで。大丈夫っすね。なんかこの辺に一本ね、なんか抜けがあるような感覚になる。俺の髪の毛か。まあ、そんな感じで、あとはね、今回この、4110F。一応、まあ、そうですね、今日火曜日なので、明日水曜日か。まあ、今日一日乾かしてみて。で、明日ね、コード、観光とか吹いてみて。で、それで OK だったらね、そうですね、まあ、木曜日まで丸一日乾かして。そうですね。で、金曜日あたりには組み立てっていう感じで、ね、したいかなと思いますんで、そうですね、今週1週間はね、多分 N ゲージとかね、毎日撮影するような日程になるかなと思いますんで、すみませんがね、この後の、そうですね、残りはまあ、半光沢吹いて、あ、ごめんなさい、どっちにしろ穴開けなきゃいけないのか。これ穴開けなきゃいけないのか、ちょっとめんどくさいな。突貫工事きついんか。まあ、しょうがないんで、穴開けなんで、どっちにしろ後で穴開けるだけなんで、今みたいに。なんで、そうですね、まあ、穴開けるのは これがある程度乾いたら。そしてこのまま個人的に、まあ、時間見なくて、まあ、半日後ぐらい。ちょうど今、そうですね。時間的にはいいんで。そして半日後ぐらいに、もう一回穴開けてみてっていう感じで、ね、したいかなと思ってます。今、軽くちょっと切ってみましょうか。一番エッチが入れると思うんですけど。やっぱりまだ、ぴっちりくっついてないんで。今、この状態だけのね、まあ、危険行為なんで。一箇所だけ試しに穴開けてみて。そうですね。まあまあまあ、そんなにずれたりはね、してないんで、まだいいんですけど。ちょっとね、あと2、3時間ぐらいは軽く乾かしてみて。でね、なんだっけ。そうですね、残り穴開けたいと思います。一旦これぐらいの加工になるかなと思いますんで、したらね、この後もね、じゃんじゃん、どんどん加工するんでしょ。貼ってきてると思いますんで、終わりたいと思います。また時間でご視聴ありがとうございました。